とミキがやるってなった時はね、もうやめようかっていう話も出てたコーナーだよね。もう病院数じゃない、あのね、うんとね、このコーナーが、コーナーが、あ、それそれ、ラジオ局が増えた。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。いらっしゃい、命の誕生第158回。赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生。この時間は沖縄市三郷にありますアイレディースクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音して放送するコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディスクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。今日は2人のお産の瞬間を放送します。1人目は匿名希望さんです。男の子の赤ちゃんです。無事に出産、赤ちゃんがとっても元気な泣き声を聞かせてくれました。コメントはパパです。それではお聞きください。あやとひなと4人で頑張っていきましょう。ちょっと途中で変な音が入ってしまったね。これもう一回流そうか。もう一回最初からいきましょう。うん、それではもう一度お聞きください。ベイビー誕生おめでとうございます。あやとひなと4人で頑張っていきましょう。はい、これは生まれたばかりの赤ちゃんの産声だった。すごいすごい声だね。力強くてとっても元気な産声ですね。すごいいい声になりそう、大人になったら。こんなにはっきりした元気な産声久しぶりに聞いたよね。楽しくなりそうですね。お母さんもお父さんもお疲れ様でした。出産おめでとうございます。続いてタークーさんです。女の子の赤ちゃんです。出産直前、パパへ電話をつないでいるようです。頑張って出産、そして赤ちゃんとママとの握手、可愛い泣き声が聞こえてきます。コメントはママです。それではお聞きください。ママ、生まれるよ。生まれますよ。生まれますからね。これ受けてもらっていいですか。足伸ばしていいよ。伸ばして普通に下に下ろして、赤ちゃん触ろう。はい、挟まっていただいけるね。取る、はいはい、見てあげようね。目開けてね。旦那さん聞こえますか。もう力入れない。あー、
はるくん、もうすぐ生まれますよ。はるくんして、よいよ、旦那さん聞こえますか。顔見て、今頭出てますからね。はいはい、お手て握手。あ、聞こえますか。はい、よいしょ。生まれてきてくれてありがとう。あなたのお名前はセイナだそうです。パパが名付けました。すくすく大きくなれ。はい、セイナちゃん、とってもいいお名前ですね。お父さんもあれだったのかな、駆けつけきれなかったけど電話でだったのかな。よかったですね、お子さんの誕生瞬間をね、電話で見届けられてというか、お母さんもきっと心強かったでしょうね。元気な元気な元気な女の子の赤ちゃん、出産おめでとうございます。これからも皆さんで楽しく暮らしてくださいね。それでは続いて、教えて北条先生のコーナーです。今回で第93回目となります。このコーナーはアイレディースクリニックの院長北条秀先生にお産について、時には社会的なテーマを取り上げてお話を伺い、私上条美希との対談方式でのインタビュー内容を毎週流していくコーナーです。今週と来週は子どもの特別養子縁組を希望する実の親と育ての親をマッチングさせる NPO のネットで赤ちゃん斡旋という記事について先生に見解をお話しいただきました。特別養子縁組のプロセスを大幅に簡略化したその NPO のやり方に切り込みます。それではお聞きください。はい、北条秀先生。はい、まあフルネームで言われたの。はい、今回は社会派番組としての側面を前面に出していきたいと思います。はい、何でしょうか、上条美希さん。ですね、はい、ネットで赤ちゃん斡旋の記事についてです、はい、うん、ふざけんなって感じですね。本当ですね。200万、200万300万ね、うん、その金に目がくらんでね、うんまあ、でもさ、中国とかも人身売、まあね、泣きながら我が子を売るっていうのはあるけどさ、うん、この人たちのまた言い分はおかしいもんね。なんかちょっと理解できなかったですね、うんうん、そうそう、私も NPO とかなんかこいつ名乗ってる、確か NPO って名乗ってたよね、確かね、名乗ってました、うん、金を、まあ現実問題、金が欲しいっていうさ、うん、ね、その心につけ入ってさ、ね、うん、なんかあんまり、うん、理解できない内容でしたよね、うん、この特別養子縁組の話だったんですけれど、うん、それは今も結構行われているじゃないですか、うん、だけどそれがなんか簡単にネットでできるようになったということで、うんうん、どうなるかっていうとさ、うん、ね、結局昔の人がいたので、お前は俺の血のつながった言葉じゃないけど、例えば女の子よ、うん、男がね、はい、うん、ロリコンがさね、自分の女に育ててさ、 ね、 そ、 うですね、そんなのがね、ほらどこだ、誰かほら有名人か忘れたけど、何、十何歳から自分の父親にね、ずっとそのなんだ、あの性交渉をさせられて、それがずっとトラウマで大人になってさね、記憶がフラッシュバックしたり、急に男をさ、あの求めて街歩いたりとかってなんか出てたけど、はいはいはい、ね、同じようなことだってさ起こりうるわけでさ、うん、そんな知りもせんやつにさ、 ね、うん、ね、これ売買が人身売買なんでもないでしょ、それをこの NPO がお前やるか、こいつと思って、ね、臓器の、ああそう、それなんかね、あ、不安ですよね、うん、ちょっとね、まあ、あのお隣の国ではほら、よく韓国映画出てくるね、中国映画とかこうね、はい、お前は金返せんだと、お前の体で返せって言ってさ、目取ったりね、なんか、いや俺は映画でしか見たことないけどさ、私は映画で見たんですけど。でもさ、うん、そんなのね、だからこそ日本はとっても厳格にこの養子縁組ね、もともとのただの普通の養子縁組も相当厳しいわけだけども、はいはい、ね、この特別養子縁組もさ、もう、いや、真面目にやってるところあるよ、ね、うん、うちの僕が昔ね、その僕の患者さんだった、ね、がやってるところとかもね、
すごくまともなところもいっぱいあるのに、うん、こんなさよくね、うん、もし、うん、このアイレディースクリニックで出産された方が、うん、その後にこういうことになったら、うん、ものすごく嫌ですもんね、うん、俺が金やるからやめろっていう、ね、まあ金か借金選定があるかもしれないけど、うん、ね、そのお金が欲しくてやろうとするんだったら、うん、それ以外ないでしょ、うん、子供をさ、はい、お金もらえるからって思ってるわけでしょ、うん、この特別養子縁組なんですけど、うん、これって渡される時、うん、この子供が産んだ親から育てる親になる人に渡された後って、うん、もう一切会えないんですか？うん、会える。あ、会えるんですか？うん、そういうケースもある。あ、会わせてくれるとかもね、うん、ただ戸籍を子供が見た時にはもうその要はね、その人の子供だったと思うけど、俺もね、要はほら普通昔戸籍を調べたら、はい、実の父親じゃなかったって分かって、そこで心が崩れてしまってこうなっちゃうっていうね、あ、うん、そういうのを多分防ぐためのね、特別養子縁組だったと思うけどさ、普通の特別って言葉はさ、そういうやつだったと思うけど、ね、あ、そうなんですね。まあでもそう、僕のそのね、東京のそのベアホープっていうね、その NPO でその特別養子縁組、僕の知り合いもね、そこでお願いして今一生懸命生まれたばかりの子供をね、一生懸命育ててる人が沖縄にいるんだけどもね、はい、やっぱその人とかのようにこう子供をすごく愛おしく思ってね、そういう人に引き取られるとすごく幸せよね。そうですね、うん、ネットでわかるかってね、なんか文面からいい人かどうかが判断できるってこの主催者の男の人は言ってたんですけど、できるかできるかって話、うん、だって誰がね、うん、他人が書いたら、うん、そうですよ ね、うん、いや、なんか何言ってんだこいつってね、こういうさ、こういうやつがおるとね、本当にさ、こいつはでもこれこの NPO 法人で仕事っていうかさ、生計成り立ってるからな、うん、まあ、はい、そこで金が欲しいんだろうね。お金ですね、うん、まあ世知辛いけどこんなやつは ね、抹殺だね、抹殺ですね、うん、この世のからからね本当ですね、うん、社会派番組としては許せん、はい、はい、おごってましたね。私もね、これを機にこのネットを読んでみて初めて知ったんですけれども、びっくりしました。ちゃんとしたね、この特別養子縁組、養子縁組の日本はすごいこの基準が厳しいらしくて、ちゃんと素晴らしい団体もあるんですよ。ただこうやってネットでね、簡単に本当10分足らずで会ってね、渡しちゃうみたいな、そういう記事だったんですけれども、それを見てね、こんなこともあるんだって思って、とってもびっくりしたんですね、うん、ネットツイキャスでもね、ふざけんな、その通りって言ってますねそして大げさですが、女性軽視のブリダー的な感じですねって大塚さんが言ってますね。金ありきの世界の中にしたのも大人なら、そうでないのも見せ続けていかないとって言ってますね。そうだね、本当だね、いろいろ思いましたけれども、このコーナーあと7回で100回なんですよ。皆さん楽しみだね、100回来週もね、この NPO のネットで赤ちゃんあっせんという記事について後半戦お届けします。お楽しみに。教えて北条先生、このコーナーではリスナーさんからインタビューの際、北条先生に聞いてほしい疑問、質問、お悩み相談、何でも募集しています。実は来週、次の次回分のインタビューにアイレディスクリニックに行かせてもらうので、皆さんどしどしメール送ってくださいね。以上、教えて北条先生のコーナーでした。いやいやいや、今日もいろいろありましたけれども、子供の日思いますね。5歳ぐらいの子供、5歳になるまでもすごい親の愛情と手間暇っていうか年月がかかってますからね。これが大人になるにつれてどん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 
なんか知識も増えていろいろな人間になっていくって大変なことだなと思ってさ、私にあんな産声をした可愛い時代もあったんだろうかっていつもこの、 あのコーナーで産声を聞いて思うんですけれども、なんかね自分もあんな時があったんだなって思って、またああやって一つの命をね生み出して頑張っている女の人もいるんだなと思って、なんかいろいろ考えちゃうんですな。うん、今日もすごく素敵な音源ありがとうございました。大塚さんが100回目は先生にゲストで出演してほしいですが現場優先だからインタビューですねって言ってますね。そうなんかね公開収録とかそういうのしてはどうだろうっていう話が出てるんですね。一応この先生も仕事優先だからあんまり忙しくはできないけれども、何かね皆さんと一緒に会って喋れる機会があったらなっていう話してます。どんなのがいいかとかね、皆さんいい案があったら教えてくださいね。ということで今日はこの辺で、お母さんの幸せそれは家族の幸せ、アイレディースクリニック、アイレディースクリニックではこれからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージお待ちしております。家族の方から、これアイレディースクリニックのね院内でも放送で流れていますから、応援メッセージなんかも素敵だと思われます。宛先は 761@fmkoza.jp まで。このコーナーはお母さんの幸せそれは家族の幸せ、アイレディースクリニックの提供でお送りいたしました。時刻は9時52分です。ゴーゴーゴールデンウィークということで、本日フェスティバル2017沖縄こどもの国で開かれますよ。特別番組が、今日 FM 小座のお出かけ特別番組が放送されます。沖縄こどもの国プレゼンツ春祭りスペシャルということで、5月5日金曜日本日14時から16時まで沖縄こどもの国の敷地内にて出張生中継を行います。皆さんぜひ聞いて、そしてぜひ遊びにいらしてください。この FM 小座でもね、出張生中継を行う FM 小座のいつもの人気のスタッフさんたちみんな行きますし、沖縄こどもの国でも素敵なイベントたくさん開催されているんですよ。だからね、遊びに行くとすごく楽しいと思われます。本日の沖縄こどもの国、本日もですね、沖縄こどもの国、ホワイトライオンさんも出勤してますから、皆さんぜひ楽しい、今日ご予定ないなどうしようかなっていう方は遊びに行ってください。ということで今日もマイオアシスこれまでとなります。たくさん、コーナーいろいろコーナーのね当てるというよりもたくさんの恵みの大人についての恵みのコメントが多かったんですけれども、恵みさん今日のイースト菌メグパンは正解お願いします。はい、はい、今日のパンは、はい、ハムほマヨネーズパンでした。おーねー、確かに朝っぽいし朝っぽいしょ、2つの味でしょ。うんうん、聞いたら分かるんだけどね、うん、答えを聞いたらああーって
って思うけどヒントだけ聞いたら全くわからんっていうね、うん、大塚さんが、はい、今ふと降りてきましたメグパンは粒&ホイップクリームコッペパンどうでしょうって言ってる。コッペパン全く何も降りてないですうんどんまい残念でした残念でした。はい、はい、あ、アイレディスクリニックのコーナーにもコメント届いてますね今、はい、これぜひ来週もしくは先生インタビューでそうですね、うん、聞いてみたいと思います。中村さんありがとうございます、うんうん、ありがとうございます。ということで今日は大人って何ですかスペシャルでしたけれどもそうですね、はい、子供の日だけどね、はいはい、もう上条美希はね子供だのにクソって、はい、やクソやっていうコメントもたくさんいただきましたすいませんでしたまあこれでもぶれないのが上条美希さんですね、はい、ありがとうございますありがとうございますこの後10時からは、はい、カフミラジオお休みなんですよ。休みやお休みです。チームビラがみんなお休みです。楽しみにしてた皆さんすいません。あらまでその後で11時はね、はい、あのゼズワンダーランド、うん、もうすでにお出かけ放送になってますので、はい、今からでも全然間に合いますので、うん、現場で遊びに来てください。ぜひ。そして12時からは昼ラジです、はい、金曜日今日は千葉なその子のハピスマアフタヌーンお送りします。今日も一日 FM 小座でお楽しみください。5月5日お相手は上条美希と下城めぐみでした。来週月曜日はアーズーさんが登場です。皆さん素敵なゴールデンウィークお過ごしください。それではまた来週さようなら。